さんこんにちは、森谷ドラムスクール講師の森谷亮太です。本日はですね、クリックの裏聞きについてレッスン動画を配信したいと思います。まあ、クリックの裏聞きって一体何かというと、例えばメトロノームを使ってクリックを鳴らした時に、クリックってリズムの表で聞いて、例えば8ビートとか、まあ、シフォン8分、まあ、基礎練習をすることが多いと思うんですけど、こういう状態かな。まあ、こう1、2、3、4っていう状態で、例えばこうと思うんですけど、こいつ自体をリズムの裏に変換して、で、まあ、8ビートなりとか、リズムパターンを叩いたりとかするという、まあ、どういうことかってみると、まあ、表で鳴ってるこの1、2、3、4を後ろに変換する。1、2、3、4 1、2、3、4 うっぱ、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 1、2、3、4聞きって言ったりとかするんですけど、まあ、これのやり方、練習の仕方っていうのをご紹介させていただきたいなと思います。で、僕の生徒さんとかでも結構ね、練習をするんですが、その頭の中でどうしてもこう裏に切り替わらへんとか、切り替わるやり方がわからないっていう人が結構多かったりすると思うんで、まあ、そんな方向けの動画というか感じでやらせていただきたいなと思います。で、まず、第一のステップとしては、クリックが裏で鳴ってる状態っていうのに慣れる必要があるんですよね。そう。なんか、裏で鳴ってる状態っていう音を知らないと、裏聞きに変換することができないので、クリックで表で鳴らしてる状態で8ビートまず入って、で、その8ビートをやりながら途中で裏に変換するっていうことをやってます。8ビートって全部でね、8なんですけど、まあ、つったつ、1、2、3、4、5、6、7、8、出し巻きですよね。出し巻き。この1、2、3、4、5、6、7、8っていうのを7拍子、8分の7拍子にしてます。なので、だし巻き卵ですね。この7を叩けるようになれたら、クリック変換できますかね。ちょっとやってみますね。だし巻き卵でやってみますね。できたら、しばらく裏の状態でこうだし巻きをキープして、ちょっと裏でクリックが鳴ってる状態っていうのに慣れてみてください。ちょっとしばらく続けてみますね。ちょっとテンポ上げてみると、こうだし巻き表が入って、じゃあだし巻き卵、まあ、裏の状態をは表で聞いて、で8ビート入って、で途中で7拍子を加えて裏に変換した感じなんですけど、じゃなくて、ステップ2としては、クリック自体何もない状態から表で鳴ってるやつを裏に変換できるといいので、なのでまずちょっとこの変換できる、感覚を掴んでみてください。なので、だし巻き卵を、言いながらやってみるといいですかね。これいきなりテンポを速くすると難しいので、超ゆっくりからやってみてください。まあ、70でいこうか。そう。だし巻き、だし巻き、だし巻き。
き卵だし巻き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 1,2,3,4 1,2,3,4 うっぴうっぴうっぴという感じですね。そう、もう一回いきますね。ちょっとテンポ早めくるとだし巻きだし巻きだし巻き卵だし巻き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 1,2,3,4 1,2,3,4 うっぱ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 っていう感じですね。これ部屋でだし巻きだし巻きやったらあのお母にあんた何してんの言うてね言われるかもしれないですけどね。そう。そんな感じで。まあ、だし巻きじゃなくてもいいんですけどね。普通に数を数えるだけでもいいと思うんで。で、あの、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーみたいな感じで、豚、豚、小豚、豚、豚、小豚でもいいですかね。そう。小豚、豚、小豚、豚、豚、小豚、豚、豚、小豚、豚、豚、小豚。ブタブタコブタで後ろに変換できたら、もう、ワン、ツー、スリー、フォー、自分の中で数えて、で、頭の中で、うっぴ、うっぴになる状態に持っていけたらいいですよね。コブタ、ブタ、コブタ、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 ワン、ツー、スリー、フォー、うっぱ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 。っていう感じですね。で、頭の中で後ろに変換できたら、まあ、あのカウントをして8ビート入っていくっていうような形でできたらいいと思います。さらに、ステップ3では、頭の中で、もうこの言わずに、豚豚小豚、だし巻き卵を言わずに、頭の中で、クリックを、表のやつを後ろに変換して、それでリズムパターンに入っていくっていうのをやってみます。この、表で鳴ってるんですけど、頭の中で後ろに変換して、という感じですね。もう一回いきますね。もう一回いくと、表で鳴ってるやつを頭の中で後ろに変換して、ワン、ツー、スリー、フォーっていう感じですね。で、これね、コツとしては、僕の考えなんですけど、あの、今クリック鳴ってる、まあ、これ、もうこれは、もう、表でも裏でも何でもない、ただのこのピッピッで無機質に流れてるやつのイメージ。で、この裏利きが苦手な人っていうのは、もうこのクリックが鳴った時点で、こうリズムを取っちゃうんですよ、体で。こういう感じで。うん。で、この状態で裏をこうやって取ろうとしちゃうんですけど、じゃなくて、もう、そのまま無機質にこいつ、このクリックが流れてる状態で、で、なんかね、僕、大縄跳びに入るようなイメージがあるんですけど、この、自分が入った瞬間に、ワン、ツー、スリー、フォーっていうイメージを持つ。この、なんていうの？ワン、ツー、スリー、フォーっていう感じじゃなく、ワン、ツー、スリー、フォーもう、この自分のカウントが、もうこの、表の感じ。この1,2,3,4 っていう感じですかね。そう。で、まあ、やりにくい場合は、もうテンポめっちゃゆっくりにして、まあ、こう、表で鳴ってるやつを、1,2,3,4 もうこの間に入った時点で、1、を取れるようにしたりとかするっていうのでもいいかもしれないですね。まあ、それかこう、ブタブタ小ブタ数えて、頭の中で、ブタブタ小ブタ、ワン、ツー、スリー、フォーっていうような感じで、後ろに変換してもいいかもしれません。最後に、この裏利き
を、まあ、こういう風に活用したらもっと良くなるよという話をさせていただきたいんですけど、まあ、例えばクリックを裏に変換したとしても空手自体がこの表を取ってるとあんまり意味ないんですよね。こう表でクリックになってても裏でクリックになってても別に感覚的には一緒なので、体のノリ自体を表にするのか裏にするのかっていうようなところまで変換できるとめっちゃいい感じになりますかね。そう、表で撮ってる場合はなんかこういう体の重心も1,2,3,4に寄せて、そう、まあこういう、ノリ的にもこのドッチパッチドッチパッチっていうなんかノリなんですけど、この裏に変換するときはもう体のノリ自体が裏にこう取るという感じだね。 1,2,3,4,1,2,3,4 体自体がこの裏のクリックを狙ってる感じ。クリックを聞きながらできるとちゃんと裏聞きのその練習として成り立つかなと思いますかね。こう表でやるとなんかね、こうちょっとのっぺりとしたノリでこう、という感じで、まあこういうね、クリックの裏利きもそうやし、まあ普通のね、パラリドル、ダブルストローク、まあシングルストロークもそうなんですけど、例えばこうリズム感を鍛えるとか、こうスピード上げるとか、右手と左手を分離するとか、リズムパターンを増やすとか、ね、なんかそういう目的があって、まあパラリドルとか、そのダブルストロークっていう練習パターンを選ぶっていうのが大切になってきて、で、この裏利きも、ただ漠然とその、まあリズム感、を鍛えるっていう、まあね、こう、大きな漠然としたあれで、こう、裏利きの練習を、こうね、こう、ひたすら合わせても、まあ、あんまりやっぱね、意味がなかったりとかもするし、意味わからずこの裏利きの練習をやっても、まあ、あんまりこう、リズム感が鍛えることにはならなかったりすると思うんで、こう、ノリを、こう、裏っぽくするとか、なんかそういうちょっと具体的なところまで、まあ、この裏利きで練習ができると、まあ、すごくね、効果も出てくると思うし、自分なりにこう、裏利きを練習することのメリットっていうのを見つけられると、まあ、練習にもかなりね、こう、有意義なものになってきたりとかすると思うので、そんな感じで、ぜひこの裏利きチャレンジしてみてください。ありがとうございました。さよなら。